どうもこんにちは、けだまもふこです。ちょっとね、昨日の深夜にやってたんもあって、ゲームの音がでかすぎるのと、あと深夜っていうこともあって、まあみんな寝てるんで、ちょっとボリュームちっちゃい声で喋ってたから、あんまりにも声が入ってなさすぎたんで、全然進んでなかったんで、もう一回ちゃんと1からやろっかなーと思って、なのでまた1からちょっとやっていきます。はい、今から動かすパートなんですけど、まあ、基本的にムービーのところは黙ってようかなと思います。みんな見たいと思うんでね、セリフ読んでいこうかな。この先生マジでイケメン。ほらリンクよりイケメン。セバソトリノリノギ予選落ちしちゃった子、かわいいですね。オカメ納豆みたいで。はい、タルはね、この子運べないんで、我が運んでやろうぞ。はい、おばあちゃんどうぞ。よし、これでお金がもらえます。イエーイ。お金は大事。
こがスカイロフトですね。大地を知らない住民たちの町よ。で、この先生からは校長先生が飼ってるペットのみーちゃんを探せって言われるんで、みーちゃん探しに行きます。はい、これがみーちゃんですね。リンクも笑ってます。ほら、みーちゃん猫かと思ったらなんか猿。はい、みーちゃん連れてきたよ、うん、お金ちょうだい。うん、伝えるからお金ちょうだい。みーちゃん見つけたからお金ちょうだい。あざーす。もうどう？私のロフトバードはちゃんとリンクを起こした？約束忘れてたんでしょ？うん、起こしてくれたよ。窓枠パンパンになってたけど中を。あいつ雑やしや。ねえ見て、私の服とこの楽器、今日の鳥乗りの儀の儀式で使う女神様役の道具なの。あ、装具なの。すごいでしょ。特にこの楽器、伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。本当に綺麗な音が鳴るのよ。お父様に聞いたんだけど、この楽器はハープっていう名前なんだって。それにこの衣装も素敵でしょ。肩のショールを私が作ったの。これも今日の儀式で使うのよ。ハープと衣装で今日の私は伝説の女神様、リンクに一番に見てほしくて来てもらったの。それで呼び出したんかい。ねえ似合ってる？さあ、個人的には全肯定したい。でもちょっと否定的な意見も見てみたい。ちょっとごめんな、ゼルダごめんな、ほんま似合ってるね。似合ってると思うよ。似合ってると思うけど、ごめん、仮装大会？何よそれ、似合ってないってはっきり言ったろ。かわいい。怒ってる顔もかわいい。かわいいよ、似合ってる。来ましたね、お父さん。校長先生ですね。騎士学校の。この人ゲポラって言うんですけどね。ちょっと、前回出した動画でも言わせてもらったんですけどね。顔がやっぱりね、フクロウに、時岡のフクロウに似てるなーってめっちゃ思うんですよね。目とかがフクロウっぽくて、眉毛もね。で、服装とかちょっと、ハゲ、ツルピカ？ツルピカなところとかが、まあ、ラウルに似てるなーって思ったんやけど、どうなんやろな。関係あるんかなー。この騎士学校では鳥乗りの儀っていうのに優勝しないと後頭部に上がれないんですって。なんでゼルダがこうやってリンクのために意地になってるかっていうと、上がってほしいからですね。そうで、リンクのロフトバードは特別らしいんですよ。リンクには他の人と違うところがあるんですって。このロフトバードがね、めっちゃ珍しい紅族っていう鳥なんですって。この照れてるリンクかわいい。
リスン。ヘイって聞くとどうしてもやっぱナビーちゃん思い出しちゃいますよね。あ、かわいい。はい、右。はい、左。あ、かわいい。うん。もうゼルダめっちゃかわいいわ。ロフトバードを感じられないって言うんですけど。えっ、ドン。ヘイ、だいぶ、おてんばですよね、このゼルダさん。ちゃん疲れてますね。そう、リンクのロフトバードどっか行っちゃったんですよ。ケツが上がってますね、疲れすぎて。あ、まあこっから結構お使いパートというか、あっち行ったりこっち行ったりするっていう感じなんで、まあカットしていきたいと思います。よし、金ゲット。はい、ゴルフィー。はい、ゴルフィー買おうよ。めちゃめちゃ癖強いですよね、この人。人。リンク、おめえいつからそこに。なんでよだ。ああ、わかった。今日は鳥乗りの儀だよな。優勝確実のバード様に負けてくださいませんかと泣きつきに来たってわけだ。ゼルダと二人っきりの女神像での儀式、出たくて出たくて仕方ないのか。そうか、そうか。残念ながらこのバド様の少年をお前みたいに腐ってね、今日は堂々勝負と行こうじゃねえか。ってあれ、お前の真っ赤なフライドチキン姿が見えねえようだけど、どうしちまったんだ。もしかして迷子にでもなっちまったのかな。すごい髪型だな。うるせえよ、俺様の美学にケチつけてんじゃねえ。だいたいおめえは幼馴染って立場をいいことに、いつもいつもいつもゼルダに構われて、チャラチャライチャラとふぬけた姿を毎日毎日見せつけやがって。少しは規律ってもんを考えたらどうなんだ。おめえみたいなのが誉れ高い我が騎士学校の風紀を乱してんだよ。お前の髪型の方が風紀乱してるけどな。誰が風紀を乱してるですって。かわいい。ゼルダ、いや、これは顔顔顔顔がやらしい、顔がやらしい、やらしいやらしい。だいぶ勝ち気よね、この人。バド、あなたまたリンクに絡んでるの。私たちは同じ騎士学校に通う仲間でしょ。どうしてリンクにばかりひどいこと言うの。それはそのだな。何、何なの。かわいい。やばいやばい。あのだな。キモ。なんでもねえよ。薬やってるよ、あいつ。あ、決めてますよ。じゃあな、リンク。今日の儀式に参加できなければ課題クリアになんねえんだぜ。ご自慢の赤いのが見つからないとやばいんじゃねえの。やろうね。